僕がいた時の考古学って師匠と弟子の感じで、旅好きがきっかけで考古学の道から潜入取材ジャーナリストへ。この新しい方法論とかで取ったらなんか出んじゃねみたいなのをツール使えばできそうじゃないですか。でも最近だと若い人がすげえでかい七支刀とか見つけたりするじゃないですか。なんかもともともうそこにはないだろうっていうのも調べてみたら割とありそうっていうの、そういうのでその新しい方法論とかで考古学をちゃんともう一回脚光を浴びさせるっていうのも割と やれそうなポジションが近づいてるじゃないですか。そうなんですよね。だから僕はだからそういうふうに新しく脚光を浴びそうな研究をしているとか若い考古学者とかに僕がその当てる脚光を当てる側になりたいなっていう感じに今はなってますね、うん、年齢的なこともあるし、うん、で特に僕がいた時の考古学って経験則とか論文の数とかいわゆるもう本当にマスターキートに出てくるような考古学者の人たちの世界だったのが今やっぱツールを使える方がいいんですよ。やっぱり新しい技術とかを導入できたり海外の研究とかを持ってこれるその柔軟な若者たちの方が僕はこの先変えていけると思っているので、そういう意味ではやっぱりこう、まあ僕がいたって本当に固定制度ですよ。師匠と弟子の感じで。先生とお酒を飲んでなんぼみたいな世界だった。それは面白かったですけど、うん。だから今のそういう新しい価値観で、新しい技術で、そうやって考古学の世界を変えていく人たちが出てくるといいから、そういう脚光を当てるお手伝いとかしたいなと。でもその日本でも古墳に認定されてないエリアだけど実はここ一部離れたところだったら掘ったらなんか出んじゃねみたいなのもツール使えばできそうじゃないですか。そうなんですね。だもう掘る必要もないと思うんですよ。衛星で見ても要は上空からの写真で見たりとかそういうのまあ変な話AI どういう使い方するかまだ僕は分からないですけども、そういうので、自然体積ではないマウンドっていうのを多分見つけ出すことっていうのができると思うし、今実際そういうのは世界各地で行われているし、海中の中でもそうだし、だからもう掘る必要すらないのかもしれないなと思います。掘る行為自体が破壊行為なので本来は掘らない方がいいんですけど、ほう必要はあると思うんでそっか、掘らない方がいい派の考古学者っているんですね。結構多いと思いますよ。ただやっぱり掘りたいっていう気持ち願望はありますよ。もちろん僕も考古学を志す人たちっていうのはその遺跡というかもともとは現役の建物だったものが土でパッケージングされただけなので、それをどけて何があるか見たいっていうそういうのは全然ありますね。まあでもどけちゃうともうそれで劣化も始まるし、どけてしまうことによっていろいろ失われるものもあるから。そうなんです。実際日本の文化って土と木の文化なんで、石は残るけど土と木はやっぱ消えちゃうので、うん、そういうのってひろきさんいるそっちのフランスの方とかヨーロッパの方ってやっぱ石の文化なんで、はいはい、そのまんま残ってるんで、その活用の仕方とか研究の仕方とか考え方っていうのがやっぱりこう日本考古学はちょっと独特ですよね。土の色の変化とかをずっと記録していく、そのすごい世界的にもマニアックなやり方をしているので、へなんかそういう意味では1回掘ったら終わりなんですよ。はあ、そう土の色の変化を記録することに何の意味があるんですか。石が本来は建造物があったところに、うんうん、それが木だから腐るじゃないですか。あ、それで色が変わるんだ。色が変わるんですよ。だから本来ここにこういう建物があったはずだを推測するにはその土の色の変化を記録しなきゃいけないわけです。はいはいはい、そっか。ヨーロッパだとまんま立ってる。そうですね、石残ってるからほらあったろってなるけど、はい、なくなって木が分解したところだからちょっと色違うよね、じゃあこう色の違うところをつなげてみたらこれは柱だろうみたいな。そうそう、この範囲で建物が立ってたはずだとか礎石残ってることはありますけど、はあ、ないことなんですから、はいはい、はあ、そういうので言うともうかなりマニアックな世界に入ってきますけど、それぞれ面白いかなと思います。そうするとじゃあ日本でその縄文時代の遺跡があった場所ですよとかってかなりレアなんですね。あ
でも日本って国土狭いんで、もう世界だとか全国中掘れば遺跡です、基本は。それをどう認定するかっていう話になってくるんで。へえ。繰り返し繰り返しここは住居が建てられていましたとか、そういうのでその何層にもわたってその住居跡が出てくるから、じゃあこれは遺跡ですねみたいな感じの認定する範囲っていうのは、また行政とね、あの兼ね合いもあるんで、今あの全面的に広く掘れないので、あの住宅が一個ずつ、あの建て替えるときにその1個分だけ掘って地図がどんどんこう埋まっていくみたいな感じで遺跡認定した地域とか、ね、そうやってなんか研究で発掘が進んでいくことがあります。それでなんかどっかの金持ちがここ一帯全部ドーンって買って、で掘ったらただなんか柱ちょこちょこ出てきた、じゃあここ村があったんだって言い張って発表し続けるっていうのやったら、結構それなりにできちゃうってことなんですか？それはできますし、あの変な話ですけど昔はそんなこと結構ありました。大地主が自分のところから、あのなんていうかな、こう自分の持ってる敷地の中で古墳があったりとかして、そういうの出てきたもの、遺物とかを、まあ、珍しいものとしてちょっと新品として展示するみたいな、うんうん、だからそういうので、あだから江戸、ま、明治大正ぐらいだと考古学やってた人って、あの結構いいところ坊ちゃん多いんですよ。はあ、自分のところの敷地から出てきたやつですみたいな。はい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 。そっか、それで権威もつくし結果として儲かるしみたいな。その頃やっぱ大学の教授とかになったらそれはもう権威があるんで。でもなんかその学問だったかもしれないですね昔は。なんかそこら辺の海線山線の話を聞くと、あの昔の遺跡の拾ったのがくっついたって言ってた大学の先生とかも、あゴッドハンドはそういう人たちの一部なんだなっていう感じがするんですけど。ゴッドハンド僕の高校の先輩なんですよね。マジっすか、高校の先輩なんですか。まあ、年齢とかはないですけど、あの学歴とか見たとき、あ先輩じゃんみたいに思いましたけど。へえ。じゃあ別にその影響を受けて高校がやりたいわけではない。全然もう本当に分かりやすくインディ・ジョーンズから入っていってマスター・キートンを読んでみたいな感じで。でそれで、工学っていうのは地道な学問でとかそういうのももちろん入ってきて、でそういうもともとコツコツやるのは好きだったんで、全然抵抗なく普通にいわゆる本当にこう基礎から学ぶ考古学をやってましたね。はあ。でもそこまでなんか地味な儲からない学問をやってる人と裏業界のその商売に興味を持つって一般的にはつながらないじゃないですか。要はお金大好きだから、はい、そのなんかドラッグとか裏の商売とか興味あるんでしょっていうふうに普通行くじゃないですか。うん、逆に言うとお金に興味がないから裏の商売を調べてもそちら側で金儲けしようってならないっていうところがあるんですかね。金が儲けたいんじゃなくて、僕これどうなんだろうな、今ひろゆきさんと話しながら自分のそのちょっと昔のことを整理すると、やっぱりそのさっきから話してたような20代半ばぐらいから始まるこう経済的な不遇の時代の時に、金持ちになりたいっていうことよりも、まあ、普通の生活がしたいみたいな話さっきしてましたけど、うん、と同時に誰が儲けてんだろうっていうのはすごい気にはなってたんですよ。あ、はい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 、この社会にっていうので、うん、でそういうので裏社会取材とか、まあ、それこそ生活のために始めたようなもんですけど、それやりながらこのジャンルの裏ビジネスって誰が儲けてるの、そういうのは自分の中では常にテーマとしてはあって、で積み重ねていく中で、まあ、ちょっと前後するんですけど、僕旅自体は好きだったんですよ。その物心ついた時から一人で青春18切符とかで旅するようなタイプだったので、それが海外行くようになってて、海外旅も普通にしてたと。だから、何軸かその自分の人生の中で大事なこう好きなことっていうのはいくつかの軸が走ってる中の一つがやっぱり旅であり、もう一個がやっぱその海外じゃなくて裏ビジネスとかの取材だったんで、それが結びついて海外の、まあ、危険地帯よく行くって言われてますけど、そういうところでやってる裏のビジネスとか違法なビジネスとかに興味があって行ってる感じですね。でも例えばその金塊を日本に持ち込む仕事みたいな、まあ今はまずいんですけど、ある種グレーで絶対儲かるビジネスも僕らいる前に絶対知ってたと思うんですよ、丸山さんは。でもきっと手出してないじゃないですか。出してないですよ。なんでやんないんですか。だって小銭稼げるし、うん、法律的にもあれグレーだったじゃないですか。はいはいはい。やっぱそういうのをね、
根本的なところで自分でやるのはめんどくさいっていうのはあるんですよ。はあ。でも文章書くより楽に儲かりますよ。あれ僕文章書く方が楽だった。書くのは楽だ。書けばいいじゃんと思ってたから。はあ。か。いやなんかやっぱ書くのとか、うん、文章書くのはやっぱ苦手なんですか。僕長い文章書けないんですよね。あの短くなっちゃうんですよ。あ、はい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 。あの同じことを繰り返して書けない。論文とか書いてた派だったから、あの高校学で。はいはい、あ、そっか、膨らまして。書くのは好きだし得意だったんですよ、比較的。はいはい、はあ。そういう意味では何のなんていうか、あの抵抗もなく、書くだけで逆にいいのって思ってます。あ、楽しいことやってるけどお金もらえるから超楽しいみたいな。そうそうそう、他の人たちはそんな危ないことやってみたいに言われても、僕そんな超楽しいですけどぐらいしか思ってなかった。あ、でもなんかそのちょろっとしたことでお金稼げるんだったらもっといろんなところ旅行できるし選択肢も増えるしっていうので、なんかそのお金大事だよねっていうふうに思ってもいいわけじゃないですか。就職氷河期で苦労もしたわけだから、その割になんか、うん、お金は大事ですよ。全然大事だし必要だと思ってるんですけど、なんかその自分が必要な時に必要なことに費やすお金があればっていうふうに思ってやってるぐらいで、身の丈に合わない儲け方とか別にしなくてもいいかなとは思ってますけど。でもその丸山さんの身の丈の額がどれぐらいかって自分でも分かんなくないですか。行く場所によりますよね。あの特に今だとアメリカ行くのに取材する、アメリカの取材する時はアメリカ取材用の身の丈に合わせるとめちゃめちゃお金かかるんですよ。ただその分人間関係とかもあるから、あ、じゃあこう宿はこの人に協力してもらって安いところとか家ちょっと借りるとか、そうやってなんか調整していったりはしますね。はあ。でもなんかその一回悪いこと、まあそのいやグレーゾーンのところに手出して、じゃあ1億ありましたってなったらその後の人生超楽になるじゃないですか。でもなんかそういうチャンス何個かあったと思うんですけど、最初からやっぱその選択肢に入れないんですか。一晩悩んでやっぱり長期的スパンで考えると今の立場で遊べる方がいいんですよね。お金持って表舞台から消えるのもいいけど、今のこのスタンスであのやり続けてる方が長期的には金銭的にも当然そうだけど、あの人生的にメリットがある。だって僕今のスタンスで続けてなかったらこうやってひろゆきさんと話すこともなかったじゃないですか。まあでもほらなんかドバイに行って豪遊し続けてる過去悪いことをした人たちいっぱいいるじゃないですか。豪遊でもそんなに面白くないんですよね。なんかその裏社会取材してて一緒になんていうかその親分さん的な人たちにこう、ね、豪遊付き合わされてもそんなに乗れないんですよね。まあ美味しいもの食っていい酒飲んで女がいてぐらいの。そうです。 それって3回ぐらいやってるの飽きてくる。またか。はいはいはい。あ、こういう感じでみたいな。そうですね、自分の中でこう仮説立てていったものを検証していくかのように取材していった方が、でそのあこれだってなった時の方がやっぱ面白い。余った時の方がやっぱりこう、なんかそのピカッとこう頭の中にライトが灯るというか、そういう面白さとかあるんですよ。